いつも動画を見ていただきまして本当にありがとうございます勉強をしていく中でご相談などございましたらお気軽にメールいただければと思いますもちろん無料ですこの動画の下の説明欄にお問い合わせページの URL または私のメールアドレス記載しておきますので何かご相談ございましたらいつでもお気軽にメールいただければと思いますそれでは本日の3問をご覧ください A が善意無価質で8年間所有の意思を持って平穏かつ公然に 他人のものもを占有し、A が B に賃貸し B が2年間占有したこの場合 A は取得事項を主張することができない○〇か×かという問題です考えたい方は一旦動画ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文ご確認くださいで答えは×です自らが占有する場合でなく賃借人により間接的に占有する場合も A が所有の意思を持っていれば 取得事項を主張すすることができますつまり本文では合計して10年経過しているので取得事項を主張することができます、まあ、これは基本事項なんで絶対覚えておきましょう間接占有も自己占有に含まれるということです今回賃借人により間接的に占有してもらっていますこれも A の自己占有に含まれるんですね A が自分で占有しているということになるということです 個別指導の自己算は合格テキストを確認しましょう。えテキストのページ番号は P26 ページですね。真ん中あたりに記載しております。問い2です。B が借金の返済に充てるため、自己所有の宅地を10区画に区画割りをして、多数の B の知人または友人に対して売却する場合、B は免許を必要とする丸か罰かという問題ですえ。答えは丸です。免許が必要です。 知人または友人に対して不動産を売却するということは、不特定多数のものに反復継続して不動産を売却することと言い換えられます。つまり、本文の B の行為は、宅地建物取引業に該当するため、免許が必要だということです。まあ、これは基本問題ですねで。個別指導の受講者さんは、受講者専用のメルマガから類題も考えてみましょう。重要なので、絶対に解けるようにしていただければと思います。で、ここで解説している、 問題の解き方、考え方は必ず頭に入れてください。解き方や考え方を理解したい方はぜひ個別指導をご検討くださいえ。この下の概要欄にある個別指導のリンクから内容をご確認いただけます。で、問い3ですね。福井4メートル以上の道は特定行政庁の指定がない限り建築基準法上の道路とはならない。丸かツかという問題です。え答えはツですね。 福音4メートル以上の道っていうのは特定行政庁の指定がなくても建築基準法上の道路です。特定行政庁の指定がないと建築基準法上の道路にならないのは4メーター未満の道路なんですね。今回の問題は4メーター以上の道なので、4メーター以上の道は特定行政庁の指定がなくても建築基準法上の道路になるから罰だということです。 で、4メーター未満の道については、特定行政庁の指定があって初めて建築基準法上の道路になりますので、この点注意していただければと思います。で、この問題は初めて、えー、解く方っていうのは、ちょっとややこしいんで、ちょ、何回か動画を見ていただきながら、またテキストとかを見ながらですね、ご確認いただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。何かご相談、ご質問ございましたら、お気軽にメールいただければと思います。 この動画の下の説明欄にお問い合わせページの URL 貼っておきますので、そちらからぜひご確認ください。卓研合格目指して一緒に頑張っていきましょう。レトスの小野でした。